はい、どうもグリズンです。それではね、今回からファークライ4の方やっていきたいと思います。いやいやいや、ついに来ましたね。待ちに待ったファークライ4です。早速ね、やっていきたいと思います。ちょっとオープニングね、話が長い言われたんで、あんまりね、無駄話はここら辺にして早速やっていきたいと思います。まあちょっとね、設定っていうかね、これをちょっとね登録したりとかいろいろしてたんで、あとなんだっけな、DL の方とかね、ついてるやつを買ったんで、それをねダウンロードしたりとかしました。オプションだけねちょっと、いじくっていきたいと思うんですけど、音声、音楽欲しいところなんですけどね。まあ、ここの音楽のね、ボリュームの調整できればよかったんですけどね。まあオフにするしかないですよね。オフになってるよね。なんかね、ちょっとバツが決定なんですよね。基本、プレイステーションってね、丸が決定なんですけど、軽さちょっと見てみましょうか。うん、かろうじて見える。うん、まあでもね、実況動画なんでね、ちょっと明るめにしてやりたいと思います。あとは字幕はオンにしましょうか。よし、こんなもんかな。あとは、まあ、ようわからんので、またね、ここら辺にしたいと思います。さあ、行きましょう。そうですね、まあ、僕は上手ではないので、ノーマルで行きたいと思います。そう、今回はね、キャンペーンオンラインでね、できるんですよね。コープとかでね、2人プレイとかできるんですけどね。まあ、今回はね、オフラインでやっていきたいと思います。キラッと。いやー、マジ楽しみですね。一応ね、トレーラーとかは見たことあるんですけど、まあ英語だったんでね、そこら辺はちょっとね、わからないですよね。AJ、私の息子。最後に一つだけお願いがあります。ラクシアマナーに連れて帰って。ミスターゲール、パトナのアメリカ大使館のチェット・ピーターソンです。インドの観光ビザでキラットに入国される件でご連絡いたしました。キラット市民権の公式記録が確認できないため、アメリカ市民として受け入れることしかできません。現地には大使館がなく、渡航情報が提供できないため、キラットへの入国は法的にもお勧めできません。ゴールデンパスによる暴動のため、現在キラットには公式な外交拠点は存在しません。それからイシュアリ・ゲイルという方の遺骨をお持ちになる件に関しては、お亡くなりになったか。おい、パスポート。深呼吸、俺が話す。
やんちゃなお猿さんですね。いやでも PS4 だから綺麗ですね、やっぱり。どうした？なんか見つかったみたいですね。私は明確に言ったはずだ。バスを止めろと。そう、バスを止めろ。バスを撃てではない。慎重に言葉は選んでる。止めろ、撃て、止めろ、撃て。同じ言葉に聞こえるかな。制御できなくて。聞こえない。なんだって？制御不能に。制御不能、そういうのが一番嫌いだ。ああ、ちょっと一つ命令を見事にしくじりやがって。間違いか喜劇か。おまけに靴が血まみれになった。不幸中の幸いか。全て台無しではない。立ってみろ。その目を見ればすぐわかる。本当に申し訳ない。本来なら、まあいい、パーティーをする予定だ。しかしこっちは知らんな。名前は？ん？君の連れか。無口なタイプは好きだ。まったく失態を見せてしまった。簡単な指示だったが、猿みたいなもんだ。猿に餌をやると奴らはクソを投げ合うだろう。ああ、持ってくれ。ちょっと写真を撮っておこう。カメラをちゃんと見てさ。よし。何も心配しなくていい。こんなことは忘れる。壮大な旅の始まりだ。予定なら君のために十分に開けた。これから二人で暴れまくるぞ。シュラステよシュラゴー。いいですね。なんかファークライらしい始まり方ですよね。今度帰国したらアシュリーにお祝いを伝えてくれよ。それにしても君の屋敷がこんなに美しいとは驚きだよ。鎖がぶら下がり悲鳴が響く場所を想像していた。だが君のことだ。どこかに暗い秘密の部屋がこっそり隠されているに違いない。その苦笑いを見ると図星のようだな、デプルール。いい加減その鬱陶しい袋を取ってやれ。繰り返す、申し訳なかった。本当はこれを用意してたんだよ。ではまず紹介から。この AJ ゲールが主賓だ。ホストを務めるポールだ。それからお猿さん、
名前は知らない。そして私はパガンミンだ。少しも覚えてないんだな。母さんから何も私のことを聞いたこともないか。まあ話してやろう。ポール、金を。ん？ああ、いくらだ。全部だ。どうも、見てみろ。ああ、ん？ではこれは？スマイル。あんたか。私だよ。もう自分かわからない。君の母さん、彼女は私のことを分かってくれた。お母さんなんですね。他の誰よりもずっと深く。ああ、思い出すよ。最後に石割りを見たのは10年前。愛していると言っていた。女にはできるんだ、愛してると言うと本気で言える。だが男は振り返って初めて人を愛する。時が経ってしまってから。さて、君の母さんが君を背負ってアメリカに逃亡した時、私は自分を責めたものだ。だが気づいた、私じゃない。そう、原因はゴールデンパスだ。あのテロリストたちが台無しにした。今もだ。食事中のメールはマナー違反って知らないのか。どれどれ、見せてみろ。お前たちこれ見逃したのか。ああ、 AJ ゲールが一緒だ。こりゃいいぞ、助けて。メールで助けて。助けを呼ぶなら叫ばないと。叫んで呼んでみろ。やるならちゃんとやるんだ。さあ行くぞ。さあ助けを呼べ、助けを呼べ。助けて。ああ情けない。助けを呼ぶんだろう。助けて。本気なのか。助けて。助けて。復讐の気分で助けて。聞こえるか。ダメだ、誰も助けに来なそうだ。情報を引き出せ。たく、テロリストってのは拷問されちゃうわけね。頼む、これから。ここで待っててくれ。クラブラグーンを食べてどこも行くな。すぐに戻る。ユマか、話がある。バガンミンって人はなんかあれですね、ファークライ3に出てくるね。あ、動かせますね、こっから。あ、この音懐かしい。ファークライ3でも一緒ですね。あ、自分で拾わなくて済むんですね、あのボタンを押してね。そこに立つだけで拾えるみたいですね、お金とか。他のものに関してもそうなのかな。どうなってんだ。拷問されてんのかな今。お、なんかありますよ。お金かな。そう、さっきのね、あの人、バーズ思い出しますね。あの人を助けに行くのかな。ここら辺は特にね、何もないですね。ベルタは、今回もあれなのかな、タワーの開放とかあるんですかね。
これこれじゃなくてこれか、マップ。おー、いっぱいありますね、拠点。いいっすね。今回もきっとね、オープンワールドですよね。結構ね、なんか山に囲まれてるような感じなんで、どうなんでしょうかね、登山とかね。なんだろう、こういうのよくわかんないですね。あ、近いですね、声が。こうか。なあ、これはまだ序の口だぞ、いいか。あ、いました。待て、少し話を戻そう。お前に俺が何を求めてるか理解してもらいたい。なんだ、ここにいる理由をちゃんと分かってるか。これバレないの？お前を傷つけたくない。話を聞きたい。俺は素晴らしい聞き上手ってよく言われるんだ。だからお前の仲間の情報といつどこで何を企んでるか、それだけ言えば。よし、息入れ。で、ここを偵察してるのは知ってる。なんかこういう拷問の仕方、あれ思い出しますね、ランボーなんかランボーにもこういうシーンありましたよね、確か。失礼。やはり今は話せないんだ、会議中で。そう、ちょうどガラッと変わりますね。何しろクライアントがね、買い付けてくれるかわからないんだ。いや、終わったらすぐに電話するから、そんなにかからないはずだ。うん、チビたちは。そうか、よかった。みんなにキスをしておいてくれ。いいね、愛してる。もちろんだ。みんなにってことは奥さんですかね。で、子供がいるっていうことでしょうかね。ここで隠居してもいいんだが、神さんは、神さんは納得しないな。あ、神さん。数年前にうちの会社がダウンサイジングを始めて、俺のやってた仕事全部を後進国にアウトソースするようになったんだ。しかも気がつけば窓際族さ、俺がだ。嫌だったね。ストレス障害で自宅療養だ。その結果、神さんは仕事、子供たちは学校、そして俺はひたすらソファーに座ってテレビを見てるだけ。アホみたいにね。その時出会ったドクターフィルだ。ここでもやってるか、どうしよう。すごいね。彼が言ってたことを今でもはっきり覚えてる。衝撃的だったんだ。真の幸せをつかむには自分の中に真理を見出しなさい。まさにイラスマだ。悟ったんだよ、自分の得意なことを大事にすべきなんだって語りつつ、お前には悪いが、拷問を忘れないプール。よしよし、俺は決めたんだ。とことん自分を磨いて究極の存在になろうってね。仕事が地球の裏側にあったって構うもんか。俺は重い腰を上げて立ち上がった。家族を支えるんだ。これでお前は真の男なんだ。見てみよう、いい笑顔だろ。この仕事はどれだけやっても飽きないんだよ。さあ吐いちゃえよ、気にすんな。な、どうやって知り合った？エイジ・ゲルト。息をしろ。急、気を失っちゃいましたね。さあ行きます。
ましょうか。おう、デイジェ・ゲール、俺はサバル、ゴールデンパスの者だ。ゴールデンパス？仲間だ。親父さんを知ってる。モハンの息子であるお前を助けに来た。ダルパンはどうする？お前が最優先だ。何としてもお前をここから無事に連れ出す。ダルパンも分かってくれるさ。離れるなよ。ダルパン。潜入がバレた。ドアへ早く。エイジェイ、このドアが開いたら身をかがめてトラックまで走るんだ。なるべく早く動け。いいな。ああ、分かってる。了解。1、2、3。しゃがんだほうがいい。おお、なんかすごいやり合ってますよ。こっちだ、トラックに向かえ。うわ、すごいよ。え、これ大丈夫なの？おお、なになんか、あ、出るんだね、今回も。こんな感じで。おし、おお、ちょっとやばいやばい。これ走らなきゃいけないって言ってたね。トラックどこ？あ、これか。はい、なんか手がおかしいよ。え、これバグってるのか。ちょっと治療しよう。ダッシュボードの下に銃がある。これを使え。ダッシュボードの下、あ、これ。おお、いる。あのドラム缶打つべきだった。安全ではないかな。音楽が超乗り物。やつらを撃て。あ、撃ちにくいよ。車乗ってる。危ない。全然当たってないけど大丈夫かな。じゃあ回復しようか。全然わからない。大丈夫か。どうなっちゃうのこれ。もしもし。キラ様に感謝。サバルだ。どこにいる？わからない。ああ、ドライバーが死んでる。すごい死に方ですね、これは。近くにタワーが見えるはずだ。そこに向かってほしい。俺も今から助けに行く。タワー。タワーに行くんだな。了解。AJ、任せたぞ。あれかな？一番奥に見える。